時刻は4時54分発見店のコーナーです。今回は海外からの観光客を積極的に受け入れている日本旅館を取材しました。昔懐かしい街並みが今なお残る東京台東区。そんな下町にあるのが沢の屋旅館。見た目特に変わったところはないんですが、中に入ると、あれ、外国人の方がいっぱいいらっしゃいますね。インターナショナル。食堂にいたのは海外からの観光客の皆さん。 Where do you come? フランスから。フランスから。カナダ。I went to the expo at Aichi. Aichi万博にも。海外からの観光客を相手に旅館を切り盛りするのは主人の澤功さん。日本人向けに旅館を経営していた澤の屋ですが、ある時転機を迎えることに。25年前かな、はい、3日間ゼロ地が来て、そしたら日本の人来てくれなかったら、外国の人受けたらって勧められて、そこで当時としては数少ない海外からの観光客向けの旅館として再出発したんです。しかし最初に澤さんを悩ませたのは言葉の壁。いきなり英語でハローって言われて、予約取りたいんですけど、わーって英語などで言われるんですよね。最初はもうこう真っ白だったんです。そんな澤さんの現在のやり取りを聞いてみると、 This key がもう any time OK で、We are until 7まで、11まで We here After 11 You are room Yes Yes OK。11までとか、要するに日本語と英語、そうなんです単語言ってるだけなんです。でも分かってくれるんですね。流暢な単語の裏で単語だけ今まで70カ国以上の宿泊客を迎えている澤さん、たどり着いたのは簡単な英会話で話すことなんだそうです。次なる問題は共同のお風呂。自分の国のあれだと、終わるごとに抜いちゃうと、だから自分の体が入ったお風呂が汚いと。お湯を抜いてしまう人が後を絶たなかったので、栓を抜けないようにして理解してもらっているんだそうです。続いて気になるお部屋を見せてもらいました。入り口は低めですね。いかにも旅館らしい純和風の部屋。障子や日本茶など日本人には当たり前でも、海外の方には日本のスタイルを味わえると好評なんだそうです。私たちが捨てた和式の習慣を、外国の人もまたそのなんていうのがいいよって言ってくださるんで、嬉しいなと思いますけどね。さらに訪れた観光客を街全体で受け入れようと、英語で書いた自作の地図を制作、無料で配っているんです。カナダから来た夫妻が澤さんに紹介されたのは、旅館からほど近い居酒屋さん。澤さんの活動に賛同したこちらのお店では、なんと英語で書かれたメニューを置くようになったんです。写真もついていて分かりやすくなっています。もし持ち上げ揚げ出しと梨焼き、生ビール澤の屋から始まった活動は大きく実を結んでいるんです。気取ることなく日本風のおもてなしをする澤の屋旅館。今日も世界各国からの観光客を迎えています。澤さんの英語とっても上手ですね。分かりやすかった。で、イレブンまでって言われましたからね。でも気持ちがあれば通じるんだそうなんです。本当にそういうことですよね。で、そんな澤の屋さんには24年間でなんと11万人の宿泊客が海外から来たそうなんですね。そうなんですか。本当大成功ということで、そうですね。ありがとうございました。以上、発見伝のコーナーでした。時刻は間もなく5時になります。朝一ヘッドラインです。